11月25日、浅草演技ホール夜席取り、主任の林家種平師匠のところ、ご挨拶伺いまして、色紙を賜りました。ちょうどね、種平師匠のお誕生日だったんです。本当、師匠おめでとうございます。それでね、年忘れ落語会第7回、銀座山の手落語会のご案内をお送りいただきました。師匠、ありがとうございます。12月24日、25日、それぞれ1部、2部、3部構成になっております。種平師匠は25日、第3部、林家種平金平兄弟会ご出演です。ネタ出し、芝浜の川財布ということです。